ます。怖いバッターが続きますから、ここは踏ん張りどころですね。さあなおもピンチの場面で満塁となっています。ここは勝負どころですね。ここでリードを守りきれば勝利も見えてきますからね。なるほど、そうですよね。空振り三振。そうですね。まず際どいコースから入りました。里崎さん、長打を防ぐようなリードというのはあるんですか？まあとにかく長打を防ぐためには低めですよね。ストレートも変化球も低めを徹底して投げていきたいですね。なるほど、そういうリードになるんでしょうか。できれば三振を取りたい。このピンチ空振り三振に切って取りました。ファウルボールです。ワンストライクです。ボール球ですが、キレがあったんで振ってしまった感じですよね。確かにキレがいいように感じます。空振り三振。ここは投げ勝ちました。試合終了。